春まだ朝日平成4年1万5000の大王が今一つの大きな生命体となってうねりを見せておりますおっと臨場臨場 CC ガールズ藤本藤原だそして世界タッグ選手権試合ですそして原田はなんとジャストミート足巻きをしているぞぐっと上り詰めてまいりましたいよいよメインイベントあとこちらはチャンジャーのジャンボスルタ田植明でありますおっと内容の対抗戦で優勝いたしまして挑戦権を獲得今まさに日は熟しましたさあそしてパートナー田植明であります世界のベルトさあ鶴田田植の入場ですそして戦いの夢を育んできた今度連投日本プロを捨てる光線が始まっておりますさあ三軍対抗戦で躍進勝利世界タッグ挑戦権を獲得した田植そして鶴田大手を引き抜くそして世界の田植であろう小川その熱き思いを吸い込んでさあ今宵は記憶を背負ってしまりしましたと悪い打球から大量の振り崩れそのリングに増やしたと楽しみとより多くの喜びがあります頑張り込んで世界王座に夢を届け見てついた若者の成長この日を待ちわびておりました相対しております鶴田田植え堂々の入場です本名鶴田ともにジャンボ鶴田そして大きい三輪さんも大好きなプロレスプロレスが好きなファンメインイベントプロレスを愛せるリーダーと武道館は超満員でありますさあチャンピオンチームだ昨年最強タッグ確定リーグ戦史上初の2連覇を果たして第16代チャンピオンになりました今日は初防衛戦でありますさあ今宵もこの春も俺たちが進むわけまさに暴風の予感これがボディーだ俺たちの右にポイントストレート世界を動かすものが伝わっている現代にも優先鉄道標準同地のタッグチーム世界タッグチャンピオンボディー・ウィリアムスベルトを携えてそれを駆使して入場してまいりました試合に勝りまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が鶴田田植に贈られました CC ガールズの副音声のゲストを務めておられます皆さんですさあ両チームの紹介いい顔してたさすが見るとこは違いますいい顔してました60分メインイベントの会場を行います副音声アレンジ聞きたいと裏コーナー超グリザーチーム270ポンド田植アキラ世界一世界一打って出る田植アキラ275ポンドジャンボクラダ燃えているまでやるジャンボ鶴田40歳コーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム275ポンドスティーブ・ウィリアムスまさにウィングの主力しかし執念深いスティーブ・ウィリアムステリー・ゴディどうだ俺の締めメジャー級ボディですテリー・ゴディさあチャンピオンチーム迎えましたさあパーフテリー・ゴディの赤いチャコワだ赤いチャコワだ
バックドロップ見せました。
ってしまいそうなコメンタリー副音声のスタッフであります。リオホール、バックリオホール、カウンターラリアット、体ごと、ラリアット、体ごと、これもボディが執念だ。ベンゴーホール、これはすぐにカバーしたいですよね。ラリアットを切ることはできない、それほどボディを掴んでいるってことですね。ボディを掴めなくちゃいけない、フルダブタッチしたい、ボディを掴めなさい。さあ、スティーブ・ヤングが決まりました。ウィリアムズ・ケルロープに出した、フロントのスープレックスか、前に倒した、前に落とした、スティーブ・リアムズ、そして逆へ見方で、ボストンクラブ、逆へ見方で、逆へ見方で、2回戦上を青く見る、すごい逆へ見、正面からの正面、パチパチパンチ、その力ある、パチパチパンチだ、かわした、やっと、カウントがない、フルタがちょっともピー、スティーブ・リアムズ、カウントが、絶対絶対のピー、ピンチなんですよ、カウントが来ない、フルタが飛んでいます、もう一回頑張ってくれ、危ない、オクラのスタンピート、どんな体勢からも打てる、豪快丸巻き、オクラだ、まさに力と力としての激闘、ジャンブルが一番入れてまいりました。そのトイを二度とカップに出てくれないように、クリームリーがまたまた今回へ、今のとカウエのね、本庁の見せ所ですよ、ね、何回も張り上がってくるね、はい、さあ来るか、もう一回オクラマスコンピートだ、さあバックになった、直した直した、カウンターのキック、修正した、首固め、カウントは1つ、カウントは1つ、この辺の返し技、キャリアオカンのセクルータです、あー、起き上がり、こぼしのラリアットであります。先ほどボディがやったようにウィリアムスはレフトハンド、さあもう日本武道館、もう一回行くか、かわせ、かわした、バックラップできる、キックが DDT 行った、 DDT ジャンボ DDT 行った、さあ鶴高は大きくいる、一歩です、鶴高は大きくいる、勝つのが来るのあと一歩、自分自身に甘えてはいけない、三沢川田、自分自身に対する甘えは、新しいもので、ボディウィリアムスが入った、鶴高の新しい技はない、しかし、心の連携でここまで頑張ってきた、これまで一生懸命長丁場、一歩も引けない、後頭部ラリアット、もう一回組み固め、さあカバーする、手に上がってくる、カウント 2.5、 カウント 2.5、 カウント 2.5、 いや、カウントが今一分で上がってきた、まだいけるぞ、まだいける、さあ、それだ、すごいタックルを見せたのはスティーブ・ウィリアムスだ、大丈夫です、こんなことでめげては、フランスさんのために失礼になってくるのが、どこまでもうまいのが、もっともっとリング上のリング選手は激しいのであります、あ、ちょっとここは切れてきました、ダイヤスさんが押そうか、さあ勝利を確認したか、勝利を確認したか、スリーポイントショルダータックル、タックルをいったぞ、ニュートラルコーナーに追い詰めた、そしてスティーブ・ヤングスはセカンドロープ、カウンのようにトップロープ、まさかカウンターリングか、大技か、さあどうだ、釣れた気がついた、カウンと一人がかり、デッドリードライン、釣れたかレッドリードライン、もうまさか大事なのが分からない、恐ろしいですね、でも頑張ることですよ、キリスト状態、大量のアルダリングが分泌された、ドーッシュ、ドーッシュ、空中ドーッシュ、やめろ、やめろ、難しい限界です。ならば、難しい限界です。
ジャンプするかもね。もう三冠王の思いが無駄ですが。ファンの人がね、僕らのチームを応援してくれるからね、もうそれだけはもう頼りでね、実力的には上がらなかったですね、今日の試合は。もう実感が湧いてこないよね。家帰って泣きますよ。